おはようございます。今日は12月8日ですね。12月8日、気温が 11.1、湿度 56%、室温が 17.8、28% ですね。すげえ寒い感じではないですね。まあこのぐらい、結局人間体が慣れてくるもんですね。まあ、寒くはない感じです。 17.8 度。はい、今日の格言、コーヒーは面積である。はい、コーヒーは面積である。はい、結局、面積は縦と横ですよね。縦と横、まあこれをまあ、ある意味、いろいろなものをやっているものと、ほいから、深く掘っているもので、面積になるみたいな感じですかね。はい、そして今日のコーヒーはキリマンジャロということで。はい、まずはペーパー用意しましょう。はい、まずはここですね。このまんまスライドさせる感じです。そして少しここで折り曲げますね。そして金碗を、はい、まずは残ります。今日はどっちかっていうと、下の方で、お湯差しますかね。丁寧なお湯の差し方の、抽出に行きましょう。じゃあちょっと、下の方でお湯を差す場合は当然お湯には勢いがないですし、お湯はどっちかっていうと、量がおとなしめになるんですね。どちらかというとおとなしめのお湯で、蒸らしが行われる感じです。
はい、3分。はい、3分の村新入りますね。今いくつですかね。158、まあ150として、200、まあ230ぐらいですかね。まあですから、まあどちらかっていうと少なめのお湯をかけた感じですね。まあ基本的にこの少なめのお湯で、蒸れた場合はこのやり方の方がまあいいかなという気はしますけども、当然、蒸らしで使う、お湯の量が少ないということは、抽出で使うお湯の量が多いということなんで、それはそれでまあ、意味はあるとは思いますよね。で、今日の、コーヒーは面積で、結局本来で言えば体積なんですよ。本来で言えば体積で考えた方がいいと思うんですね。つまり、面積ではなく、例えば、ある意味こうエスプレッソならエスプレッソという、まあ、柱があって、その柱を、どこまで深掘りするかで、ドリップならドリップの柱があって、そこをどこまで深掘りするか、だからそのこう柱がこういっぱいあるんですけど、そのいっぱい柱がある一本一本が、当然あるわけで、それがたくさんあれば面積が増えるみたいな、感じですよね。でその時にまあ平面で考える場合だと、例えば、深さとまああれですよね、まあ基本的には、これもやるあれもやる、こっちも、やるみたいな感じで、いろいろなものをやる、つまり、X 軸がまあいろいろなもので、まあ例えばサイフォンであり、ドリップでありエスプレッソでありみたいなものに対して、その、理解の度合いがこう Y 軸になるみたいな感じに、解釈すればいいと思うんですけど、まあそんな、面積にこだわらなくても多分いいんだろうと思うけど、そういうふうに、考えるわけですよ。つまり、松屋式というドリップがまあ幅が1センチあったとしたら、長さが何センチあるかによって面積が決まりますもんで、その時に松屋式っていうのも借りた式もなんとかかんとかもいっぱい知ってますよとなれば、例えば X 軸は長さが長いけども知識が浅い場合はこのY 軸が短いから、面積的には大したことがないみたいな、そんなノリのイメージで、まあある意味その人の技術を可視化するみたいな感じで、まあ面積という表現を使うみたいな感じですかね。実際にどのぐらいの面積かなんか本当は誰も分かんなくて、自分はこんだけ知識があるよという背伸びしている人もおるだろうし、逆に、いや自分はまだまだですよって言って謙遜する人もあるわけで、実際にはそんなもんは言葉遊びでしかないわけですよね。ただその中で、人と話してると、あこの人は結構コーヒーのことをすごく知ってるなという部分が片鱗が見えたりしたり、逆に言うとあこの人は背伸びしてるなというふうな部分が見えたりとか、結構そういうのはありますよね。まあただ言えることは、最終的にはなんか、基本的にはトラブルがあった時にそれをどう対処するかで、大体その人のレベルというのはまあ見えてくる部分もありますよね。
例えばこうコーヒーをこう立ててて、このコーヒーが、どういう味に出たと、その時になぜそうなったんだろうというのを結局、答えを見つけ出す力があるかどうかって結構重要だと思うわけですよ。なぜかというと、その答えを、理解できれば次にはそういう状態の時に対処できる、つまりそういう、経験値ノウハウが出来上がったわけですから、そこで一つ、コーヒーの知識が出来上がるということですよね。結構そういうものが、まあ、地味に一個ずつ潰していく、知識技術っていうのが結構重要な気がするわけですね。だからある意味やっぱ時間はかかりますよね、そういう、一つ一つ潰していくっちゅうことになると。だから、できればいろいろな人に、まあ教えてもらって、なりたけ、短時間で、短期間で、ある程度のとこまでの知識を持つ方がいいような気がします。自分で、体験してそういう風な技術を持つっていうのは、まあ今の時代にはちょっと流行らないだろうなという気はしますよね。なんでかっていうと、昔は例えばコーヒー屋って競争しないんですよ、競争しなかったんですよね。なんでかっていうと、コーヒー屋自体がまあ今のようなネット社会じゃないので、宣伝するっていうことがあんまりされてなかったんで、まあ、細々とみんな、商売が成り立ったわけですよね。で今コーヒー屋さん増えてきたんで、増えてきたっていうことは当然、自分とこが、ある意味よそのお客さんを取らなきゃいかんみたいな状態になっているんで、そうするとやっぱ自分とこはすごいんだよっていうのをアピールしないと、よそのお客さんを取れないわけですよね。そういう状態になってくるとどうしても、例えば新しくコーヒー屋さんやった場合だとどうしても知識もいろいろな技術のレベルも低いかもしれないと。だけど低いというふうだとお客さんを取れないんで、どうしても背伸びして、やっていくしかないという、そういうふうだとやっぱちょっと辛いわけですよ。だったらまあいろいろな人に教えをこうて、ある程度最低限レベルを上げてから勝負しないといかんですからね。それを昔のようにのんびりと、一個一個、いろいろな部分をこう潰していくみたいなのはちょっと時代遅れかなという気はしますね。はい、まあこんなもんでいいでしょう。はい、コーヒー入りました。キリマンジャロですね。はい、キリマンジャロ。
ぱキリマンもこう飲んでみると美味しいもんですね。やっぱこういう丁寧に入れたコーヒーはいいですね。このワイルドに入れたコーヒーもいいですけど、こうやって丁寧に入れた、綺麗なコーヒーもやはりいいなと、ちょっと思ってしまったりするわけですよ。はい、実言うと、ミラクルオークション、第一陣が終わりまして、もう、入金が確認されているものがいくつもあるので、これ今日出荷しないかんのかなという、まあ結構大変だなという感じはしますけどね。あとふるさと納税のやつも、今日出荷しなきゃいかんし、まあまあいろいろ大変ではありますが、まあ今日も頑張りましょうって感じですかね。で、あとミラクルオークションの方ではですね、この星空のディスコダンスと、セットになっている、松屋の、松本くんセット、ドリップポットですね、うちが使ってるのと同じ、ドリップポットの、なんと、使い古しですよ。使い古しなんですけど、それに、温度計とかなんか全部取り付けて、フルセットの状態で、今回オークションに出したとかいう感じのものがあります。その辺なんかは、来週の、まあ、一押しというか売りになる感じですかね。またなんかオークションに出す商品をまた、いろいろ考えないといかんなという気は知っておりますけど、はい、ということで、今日はここまでにします。